ハローハロー。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、僧正の陣。つまらない情けをかけてひどい目に遭うことのたとえ。僧正とは、紀元前の中国春秋時代に君臨した僧の国の君主上皇のことです。当時、周王室の権威は地に落ち、各地で職王同士の争いが激化していました。そんな中、覇者として活躍した姓の漢公が亡くなり、これを機に自らも覇者への道を歩き始めた上皇でしたが、南方に勢力を構えるその姓王は、国力は自分の方が圧倒的に上だったので納得しません。また、僧の宰相、穆偉は、覇者になることは身の丈に合っていないので危険だといさめましたが、上皇は聞く耳持たず、かくして覇者となるべく諸侯と改名を行うのですが、この席でその将軍に監禁されてしまいます。周りの諸侯の取りなしで解放されましたが、名手としての面目は丸つぶれ。上皇はこの雪辱を晴らそうと、王水という川のほとりで楚と戦うことになりました。とはいうものの、その軍は自分のところと比べて圧倒的に大軍。まともに戦えば勝ち目はありません。僧軍はすでに陣を構えて待っていましたが、やがてその軍隊が現れて川を渡り始めます。これを見るや、最小の穆偉は絶好のチャンスとばかりに、祖軍が川を渡り切って陣を完成する前に攻撃しましょう、と進言します。ところがどっこい君主の上皇は、君主とは人が困っている時につけ込んだりしないものだ、と言って認めません。果たして祖軍が無事に川を渡り終えますが、上皇はまだ動きません。その間に敵はしっかりと陣形を完成させました。ここでようやく攻撃開始。案の定、大軍を要するその軍にボコボコに打ち負かされ、上皇自身も太ももに焼き傷を負ってしまいました。こうして手痛い敗北を喫したわけですが、世間の人はこれを僧正の陣と言って笑ったというお話です。ちなみに上皇はこの時の傷が元で翌年に亡くなったそうです。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。Save a thief from the gallows and he'll cut your throat. 泥棒を公衆台から救えば、後に何時の喉をかく。今日のチェックポイント。Save 〇〇を救う、助ける。Thief 泥棒。Gallows 公衆台。Throat 喉。卑怯な真似はしたくない気持ちはわかるんだけど、負けたら元も子もないよね。敵に塩を送れるのは自分もそれなりに実力がある人だけだわ。かっこつけるのもいいけれど、それで自分がピンチに立たされたら、それは単なるおバカさん。行き過ぎた理想主義は身を滅ぼすこと、肝に銘じておきましょう。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!